どうもバーマーモスの田中です。というわけでですね、今コロナの第5波もですねかなり沈静化されておりましてね、しかもねやっぱりこう年末に近づいていってるということで、客足の方がですねだいぶ戻ってまいりました。おかげさまでね忙しくさせていただいております。そんな中ね、このバーマーモスね、キャッパ40人ぐらいあるんですけれど、それをね一人で、今もねこのコロナ禍に入ってからずっと一人で回してるんですけど、今も最近ちょっとね一人じゃ厳しくなってきたんですけど、それでもねまだ一人で回してる状況なんです。で、飲み物に関してはね、なんとかなるんですね。ところがね、そこでやっぱり食べ物がいろいろ入ってきますとなかなかやっぱ大変ですよね。というわけで、いろいろとね工夫をしていかないといけないんですね。特に工夫を凝らさなければいけないのは、もちろんそのメニュー構成もそうなんですけれど、メニュー表の作り方なんかもそうですよね。ここら辺にちょっと出ると思いますけど、これ当店のフードメニューですけどね、やっぱりこう上から順番に出てほしい順番みたいな組み合わせにしてるんですよね。下に行けば行くほどちょっと時間がかかるようなものにしてるっていう感じなんですね。皆さんもねマックに行かれたら、おそらく一番上のねおすすめの2セットのどちらかを選ぶ方が圧倒的に多いと思うんですよね。そんな感覚で、当店もね一番上から順番に注文してほしいものを載せてる感じですね。これお客さんに言うべきことではないですけどね。そんなわけで、このメニュー表の一番上にねこのおまかせおつまみ盛り合わせっていうのを載せてるんですね。これを注文していただいたら、こっちもね楽というか早いですよね。提供が早いですしね、お客様もいろんなもの食べられるかなということで、こういうふうに載せてるわけなんですけれど、そういった理屈でもう一つねオードブルありますよね。ハム類とかチーズ類とかね、そういった感じのものの盛り合わせなんかもねもう一つあると、この2つから選ばれるお客さんすごい多いんじゃないかなということで、そのねオードブルの、こちらね載ってるのは乾き物ですよ、じゃなくてね、オードブルね、ハム類とか、チーズ類とかね、そういったもののねおつまみ盛り合わせもちょっと作りたいなと思いまして、今日はですね、今からその買い出しに行ってね、どういうものにするのか、そしてねどのようにして盛り付けるのかということをですねお届けさせていただきたいと思います。そんなわけでこのママヤンチャンネルはですね、バー開業ですとかバー経営に関すること、バーテンダーに関すること、お酒に関すること、飲み食い動画などを中心にお届けさせていただいておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですねいいねボタンですとかコメントの方もお待ちしております。やっぱね、チーズ類ですよね、なんと言っても。おしゃれとるな。おお。1200円。レッドチェザーブロック。これいいな。サラミね、サラミもいいかもしれない。生ハムはここじゃないよね、別のお店。ウインナーはね入れない、ボイルしたりね焼いたりが面倒くさいのでそういうのなしません。半熟卵いいかも、これカットして出すだけだし。でもこれ持った時に滑りそうやな、つるんと。こういうねフライをしたり焼いたりするようなものは一切出しません。袋を開けてパッと出せるようなものがいいよね。そうそう、これスモークサーモンね、スモークサーモンいいかも。 250g で780円、 120g で820円。スモークサーモン、スモークサーモンスライス、これやな。スモークサーモンちょっと高いな。2枚で178円、1枚が90円。紅茶ガモパストラミ、紅茶ガモスモーク、これやね、これこれこれいいや、598円、これ美味しいやつや。これこうしよう、ローストビーフ出したいけどな、高い、やめ。やっぱ気になったんでね、このスモークサーモンも買ってきました。高いな、ちょっと。これありがたいんですよね、これ。
感じの多いな。ローストビーフいい感じ。これこれいいかもね、スモークタン。こういうね、ほんとちっちゃいパックっていうのはありがたいんですよね。いやーこれめっちゃいいじゃん、これペッパーチキン。でもさっきチキン、あめっちゃいい、これペッパーチキン248円、安い。あさっきの蚊も買わんやったらよかったな。はい、そんなわけでね、この辺りを買ってみました。で2人用とかだったらこの辺の皿に盛り付けたいんですよね。でちょっとおしゃれにね、なんか豪華そうにできればなと思います。ゆでピーと枝豆、こう盛り付ける前に原価知りたいですよね。原価、これがね数えたら14枚入ってるんですよね。スモークサーモン、これが886円だから、これ4枚出したらいくら？げえ4枚でもう253円、ダメだ、高すぎる。これはこのスモークサーモンはですね、もうオードブルにはちょっと向いてないということが判明しましたので、これは却下いたします。これはね単品、スモークサーモンはスモークサーモンだけでね、お客様に提供するようにしようかなと思います。こちらはね、地元のスープ、こちらの方ではですね3パックで198円で売っておりますのでね、こちらはこの4枚入りの1パックを66円で提供できます。これはもう絶対採用ですね。でね、これ結構肉厚にカットしてあるんですけど、これがね意外と安いんですよね。これめっちゃうまいんですけど646円、これ34枚も入ってるの、これすげえ、うん、これ34枚入ってる、646円割るの34枚、これうわーこれ1枚19円でいけるんだ。これはもう絶対採用、これはいい。まあ、これはね彩り的に絶対黄色は入れたいんですよね、華やかになるんでね。まあ、これもいらんか、これもなし、まあ、これとこれだ、これとこれ採用して、これも入れて、あとはね枝豆とゆでピーを入れると。実際に盛り付けてみたいと思います。カモをね4つ、こんな感じか。ハム類もねまとめた方がいいですよね。だからこう生ハムを4つ、よいしょ。まあもともとこういう感じ、こうスライスしてねこういう感じやったものをこういうカットにしてみましたよ。これおしゃれじゃないですか。これをこうすればちょっとおしゃれじゃないですか。こう、これ結構おしゃれじゃないですか。こうやって、わもう乗らないあんまり。これがでかすぎるんだ。これいいんじゃない？あ、いいかも。枝豆をこうね、ここにこう乗せていったら、もう濡れてるんでね、なんか下に置きたくないですよね。こういう感じでいいんじゃないですか？こうやって。あ、これいい感じかも。あ、これでちょうどだ。これでいいんじゃないですか？これ。それではね、メニュー表に載せるためにね、写真撮影します。これ YouTube で使う、これめっちゃ便利ですよね。1900円ぐらいじゃなかったっけな。はい、ポーズ。もうこれ手で持とこんな感じで、はい、ポーズ。カシャ。あー、この角度すごくいいな。これにしよう。よいしょ。そんなわけでですね、フードメニューに新しいメニューが加わりました。まあ、このような感じでですね、まあ、例えばこのオードブルでしたらね、ほんと 2,3 分あれば作れるものですので、お客様にね素早く提供することができますんでね、まあ、こうやって、ワンオペレーションでもですね、効率よくお客様にですね提供できるような工夫をいろいろとしていかないといけないなというふうに思っております。もうですね明らかに今忙しくなって
まいりまして、年末にかけてですね、もっともっと忙しくなることと思いますけれどね、できるだけお客様にね、お待たせすることなく素早く提供できるようなメニュー構成をいろいろと考えていきたいと思っております。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。